ジェイソン・リチャード・ワースは、アメリカ合衆国入りの一種、スプリングフィールド出身の元プロ野球選手、宇ト・右内。祖父のダッキー・スコーフィールドは元メジャーリーガーで、主に遊撃手として19年間がメジャーで、プレー。ダッキーの息子で、叔父のディック・スコーフィールドも、主に遊撃手で14年間メジャーでプレーした。また、ニス・ワースも元メジャーリーガーで、主に一,一として、 4年間メジャーでプレーした。1997年6月17日、MLB ドラフト1巡目で、ボルチモアオリオールズから指名され、プロ入り。入団当時は保守だった。2000年11月11日に、ジョンベールとのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。2002年から、本格的に外野手へ転校する。同年9月1日に、同球団から、 メジャーデビューを果たす。2004年3月29日にジェイソン・フレイザーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。同年シーズンは89試合の出場で16本塁打47打点を記録。2005年は精査抑止として期待されるも102試合で234.7本塁打43打点の成績に終わった。2006年は 左手首の怪我でメジャーでのプレイ機会はなかった。2006年12月に1年契約でフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。2007年から2年ぶりにメジャーリーグに復帰した。2008年1月7日に再びフィリーズと1年契約を結ぶ。開幕当初は4番目の外野主権左打ちのジェフ・ジェンキンスとのプラトーン要因だったが、そのジェンキンスが 打撃不振と故障に苦しんでいたため、右翼手のレギュラーポジションを完全にダッシュした。終わってみれば、134試合で、273.24本塁打、67打点、20盗塁を記録、フィリーズのワールドシリーズ出場に、貢献。さらに、タンパベーレイズとのワールドシリーズでは全、試合先発出場し、第4戦の8回裏に、ダンウィーラーから2ラン本塁打を放ち、 世界一に貢献した。フィラデルフィアフィリーズ時代2009年5月12日のドジャース戦で一塁ベースから本塁まで1イニングに3投塁した。これは大リーグで1980年5月11日にピートローズがシンシナティレッズに対して1イニングに3投した以来の記録だった。同年7月、自身初のオールスター出場を果たした。シーズン通じては 自己最高の36本塁打を放ち、99打点を記録。また、ポストシーズンでは、アンディ・ペティットからの2本塁打を含み、15試合で7本のホームランを放った。2010年オフに FA となった。2010年12月5日にワシントン・ナショナルズと7年、総額1億2600万ドルで契約合意。2012年、 4月13日の金曜日、延長13回にサヨナラヒットを放った。これは1963年のウィリー・スター・ジェル以来だが、この時サヨナラのホームを踏んだのは、祖父のダッキー・スコフィールドであった。2013年、129試合の出場で打率、318.25本塁打、82打点という、好成績をマーク。2012年は、 規定打席に到達していないとはいえ、2年連続での打率300超えするなど、オプスは自己最高の931という数値を記録した。2014年、右翼種のレギュラーで147試合に出場し、惜しくも3年連続での打率300以上は逃したものの292という数値をマーク。ホームランは16本まで減少したが、 得点圏で打率、338とよく打ち、2年連続で82、打点を叩き出した。前述の通り、ホームランこそ減ったが二塁打を大幅に増やし、長打数は、前年の49本から54本まで増えた。2015年は1月9日に、右肩の手術を受けた。シーズンでは88試合の出場に止まり、 三シーズンぶりに規定打席到達を逃した。打撃面では、三年連続二桁本塁打となる十二、本塁打を放ったが、打率。221、出場試合数とほぼ同等の84三振を、喫した。また、メジャーデビュー以来、初めて0盗塁に終わった。2016年4月19日のマイアミマーリンズ戦で、通算200本塁打を達成した。 同年は143試合に出場したが、打率。244.21本塁打、69打点、5盗塁と2年続けて、結果を残せなかった。2017年6月3日の、オークランドアスレチックス戦で左足に、中足骨骨折と打撲傷を負い、故障者リスト入り。復帰戦となった8月28日の、マイアミマーリンズ戦では、本塁打を放った。 最終成績は70試合の出場で打率、226.10本塁打、29打点に終わった。11月2日と FA となった2018年3月27日に、シアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶと報じられ、4月3日に正式契約。4月24日に、参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属され、36試合に、 出場して打率。206.4本塁打。19打点の成績を残した。6月27日に引退を表明。2018年9月8日、ワシントン DC の野球に貢献した人物を称える、リング・オブ・オーナーに選出された。ポジションは主に右翼手だが、左翼手、中堅手も守ることができる。また一塁手としてもプレーした経験がある。ありがとうございます。